はい、皆さん、今日プロユーチューバーのカツッパです。えっ、ー、と、これから、アットコーダビーナーズコンテスト172回目の実況をしていきます。えー、最近コロナで辛いですよねで。辛いっていう字があるんですが、これで,ですね、線を足すといい感じになるらしくて、で私もやってみたんですよ。で、こう、1本、2本、3本って足すと、南、南っていう字ができた。 さあ、じゃあ、あとこでビギナズコンテスト172回目やっていきましょうか。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、今回、裏ではですね、ICPC 関連の別のコンテストが走っていて、そっちに出ようか迷ったんですが、まあ、あの、明日別のヒューリスティックスのコンテストがあるんで、まあ、そっちも出たいし、じゃあ、普通に ABC172 回目実況を取っちゃおうかなっていう感じで、今、やっています。 はい、6問を開きまして、今回もいつも同様 A から D だけ取って、で、E とうは別の動画にします。じゃあ、A 問題、軽く。えー、整数 A が入力されるので、A 足す、A2 乗足す、a 三乗を出力してくださいということなので、まあ、言われた通りの計算をすればよいでしょう。e m a クスで、問題のソースコードのファイルを作り、A をもらいます。 え、イコール、イントインプットですね。もらったものをイントにキャストしましょう。で、プリントするものは a、a かけ、a 足す、a かける a 足す、a かける a かける a ですね。これで、よろしい。で、入力例をいくつか試してみましょうか。え、2の時は、14。正しいですね。で、10の時は、1110ということで、合っているので、これを提出します。はい。Python 3。まあ、Python 3で出すのか、PyPy3 で出すのかは、 まあ、どっちでもいいと思うんですけど、こだわりとして、まず Python で出してダメだったら PyPy3 で出すように私はしています。はい。じゃあ、B 問題。マイナーチェンジ。えー、文字列 ST が与えられますで。次の操作を繰り返して S を T に変更するとき、操作回数の最小値を求めてください。で、どんな操作かっていうところですね。S の一文字を選んで別の文字に置き換える。で、挿入とか削除みたいな変なことしないですね。S と T の長さ一緒なのかな ?S と T の長さ等しいんで、 まあ、あの、同じところそのままでいいですし、違うところは、まあ、どうやって考えてもそこを新しい t の方に直すという操作は必要ですよね。で、それで過不足ないです。それだけで十分です。もうそれ以下でもそれ以上でも必要ないので、えっと、両者を比べて各、各0文字目、1文字目、2文字目と比べていって、違うところがあったら、プラス1というふうにすればいいでしょう。で、こういう時にですね、えっと、まあ、いろんなやり方があるんですけれども、 ちょっと、まあ、おしゃれな書き方としてはですね。まず s と t もらいましょうね。s もらって t もらって、で、長さを l と置きましょう。lens ですね。で、あとは for in rangel して、えっと、if s カッコ i イコール t カッコ i だったら、カウントプラスイコール1して、カウントイコール0で、まあ、最後にプリントカウントってやったらいいんですけど、 これ,これで全然問題ないんですが、まあ、ちょっとオシャレな書きあ、違うね。ここが not イコールだった時ですね。まあ、これでいいんですが、もうちょっとオシャレな書き方として、if こ,これだったら increment ってやつは、count ラス u s e q こうですね。s カッコ i not イコール t カッコ i と書けます。でこれはあの、Python の仕様なんですが、Python 3ですね。えっと、例えば、こうイントってやると、なんか好きなものをイント型にしてくれるんですけど、適切に。イント true は1で、 int false が0なので、まあこうすると、ここが、ここがですね、s カッア i のっとイコール t カッア i が、true だったら1足されて、false だったら0足される。何も足されないってことですね。っていう風うになるので、if なんちゃらだったら1足すってやつは、実はこういう風うに書くことができると。まあちょっとおしゃれだけど読みにくいんで、別にこれがいいってわけじゃないんですが、まあ知ってて損はないでしょう。じゃあちょっと試してみましょうか。 Python 3.b.py ですね。えー、っと、カップオブコーヒーとカップオブホットティーさあ、4文字違うらしいです。正しい、正しい答えが得られました。で、ABCDE と BCDEA は何も被っていないので全部変えないといけません。2603アップルからアップルは何も変えなくていいので出力はゼロであるべき。全部正しい答えが出たので提出していきましょう。Python 3にしまして、まあ、これぐらいちっちゃいものだったら Python 3で絶対通るんですよね。 はい、A 取ってました。素晴らしい。じゃあ、C 問題行きましょう。積んどく。2台の机 A、B があります。机 A には N 冊の本が、机 B には M 冊の本が縦に積まれています。で、机 A に現在上から I 番目に積まれている本は、読むのに Ai 分かかって、まあ、B の方は Bi 分かかるよということです。で、次のことをします。本が残っている机を選んで、その一番上に積まれている本を読んで、 読んで取り除くですね。で、合計の所要時間が K 分を超えないようにこの行為を繰り返すとき、まあ、最大で何冊の本を読むことができるでしょうかという問題でした。まあ、京プロらしい問題ですねお。なんだこの南は。ちょっとじゃあ絵を描いてみましょうか。あとね、さっき思ったんですけど、こ、あのー、何ですか。それぞれ縦に本が積まれてるって言われて、僕はなんかこう、本がこう、こう,こう積まれてるように思ったんですよね。まあ、そうじゃないんですけどね。 では、えーと、やっていきましょうかあの。どういう、本当はこうですね。こう横向きに、縦にこう2つの机があります。で、まあ、A と B としましょう。で、まあ、実際本である必要はなくて、数列があって上からいくつか選ぶって感じになりますね。だから、ここに A1、A2、A3、A4、点々とあって、こっちに B1、B2、B3、B4、点々ってなって、 で、まあ、上からいくつか、まあまあ、どんな順番でもいいんですが、例えば、なんかこれ1目に読んで、次2番目にこれ読んで、3番目にこれ読んで、4番目にこれ読んで、みたいなことをすればいいわけですね。で基本積んでる本は積んでるんで、上からしか見れませんと。この A2 をの読まずに A3 を読むみたいなことはできないわけですね。で、えー、と読むのに時間かかるから、まあ、これの合計が K 以下になるようになるべく多く取ってくださいという問題です。 でえーとまあ、これ見ればわかるんですけど、読む順番だいぶどうでもよくて、ここまでとここまでみたいな感じで、それ決めてあげれば、とりあえずどんな順番で読んでもかかる時間は変わりません。というわけで、A の方をどこまで読むか、上からどこまで読むか決めてあげれば、もうそれ全部読んだ後に、B を上から、あの、K 分超えるまで、超えないまでず,ずっと読むというふうにしてあげれば、A を何冊読むときの最適解みたいなのがそれぞれわかります。 で、A は何冊読むかって言ったら0冊読むパターンと1冊読むパターン、2冊読むパターン、点々点の N 冊読むパターンがあります。で、最適解はこれのどれかですから、とりあえずこれ全部やってあげて、まあ、そんなから一番良かったやつ、一番多く本を読めたやつを返してあげればいいです。というわけで、それをやっていきましょう。ただ、N と M がすごく大きいので、えっ、ー、と、毎回 N 冊読む、まあ、挨拶読むっていうのをやってはいけません。えー、挨拶読んだ時の 所要時間っていうのはちゃんと全部考えておいて、でどこまでいけるかというのも一発で当てないといけません。で、この時なんですが、まあ、10の5乗か、二、えー、分探索できるかな。二分探索しなくても実はいいんですよね。あの尺取り法ができます。が、えっ、ー、と、じゃ適当に書いていきましょうか。あのー、まずその、上から何冊読んだら、全部で何分かかるっていうのをそれぞれ覚えておきましょう。これは簡単で、 まあ、nmk もらいまして、とりあえず入力を全部さばいちゃいましょう。int input.split ですね。で、まあ、a もらいます。これリストにしましょう。i n プ input.split。はい。で、同じのをもう一個用意して、これをーとしますと。はい、で、nmk もらいました。a と b もありますという感じなんですけど、これ今 a どうなってるかって言ったら、 まあ、例えば、A の一番上の本3分かかります、次2分かかります、5分かかります、7分かかります、みたいなになってるわけですね。で、えー、っと、これ、えー、上から何冊読んだら何分ですかっていうのは、まあ、そこまでの和を取ってあげればいいんで、まあ、累積やみたいな感じで、こうサムっていう別の配列を、まあ、用意してもしなくてもよくって、えー、まあ、用意するなら最初3入れてあげて、次3たす2で5を計算して、5たすとこれで10を計算するというふうにしていってもいいですし、えー、今、ここにある A という配列を、 え、こ左から順番に見ていきながら、一つ前のやつを足すと。一つ前のやつを足すってやってあげれば、勝手に出来上がります。まあ、こっちの方がやりやすいんで、やはり、こうやって作りましょう。累積はって言ったら、まあ、こう作ることが多いですね。えっと、ワインレンジ N って、まあ、一、一番最初のやつは何もしなくていいです。そうじゃないやつは A カッコ i プラスイコール A カッコ i-1 ですね。で、B も同様のことをします。レンジ1から M と。 で、b 角 i プラスイコール b 角 i 引く1というふうにしてあげれば、えー、それぞれ a と b には最初から n 冊読んだとき、まあ n 冊目まで読んだときに何分かかりますかというのが入ってます。ああ、どうしようかな。こう、読まないってことがありますよね。読まないってことがあるんで、うん、ここに0追加してあげましょうか。こうしてあげれば、OK。で、こうすると、えっ、ー、と、n が1個増えるんで、まあ、 どうしようかなここをしとくか、はい。これでいいかな。はい、こうすれば、最初に0を追加したわけで、何も読まないときは0分。次、1冊読むときは何分。2冊読むときは何分っていうのが順番に入ってることになります。だから、A は AN まであるわけですね、はい。これが用意できたので、あとはまあ素直にやるならば、えー、とまず、A を何冊読むか決めます。これは0文字から、 0文字4パターンから N 冊、0冊4パターンから N 冊4パターンまであるんで、レンジ N プラス1してで、その時に、えっと、今、K 分しかないから、B、どこまで読めますかってやつで、まず、なんか AI が K より大きかったらもう何もしなくていいですね。えー、K より C に大きかったらもう意味がないので、Continue です。こんな読み方はできませんと。で、もし読めるんだったら、まあ、残り時間、Rest を K 引く A かっこいいでもしてあげて、 で、B を上から順番に読んでいきましょう。ほお、J イン、レンジ B、あー、M、たす1とやってあげて、あーまあ、どうしようかな。何冊読めますかだから、B カウントを0にして、ホワイル、B カウントが全部読まない、読、全部読み終わってなくて、しかも、もう一冊読んでも大丈夫ですね。だから、レストいらなくて、A は挨拶読めま で、B は B カウントプラス1冊読もうとしました。で、読んでも、えー、K 分超えませんだったら B カウントプラスイコール1というふうにしてあげればいいなと。で、そしたら、まだからここ A、I じゃなくて A カウントにしようかな。A 何冊じみですからね。はい、こうしてあげれば、だいぶ読みやすいことになって。で、あって、 で、とりあえず A カウント札読んだら B は B カウント札まで読めますということが分かったので、アンサーは MaxA、え、まあアンサー、もしくは A カウントプラス B カウントだねっていうふうになります。で、アンサーここに初期、0で初期化しておきましょう。0札は読めるはずだからね。で、ここでプリントアンサーってしたらいいんだけど、いいんだけど、えっ、ー、と、まず A カウントここで10の2、2る1 0の5乗だっけ 回しますね2かける1 0の5乗をループが回って、さらに B カウントも最大で2かける1 0の5乗になり得ますから、まあ、実は K がむちゃくちゃ大きかったら、あのこれ毎回2かける1 0の5乗かける2かける1 0の5乗っていうすごく大きい数、4かける1 0の10乗回回っちゃって、ちょっと時間足りないねってなります。C 言語でもこれは無理ですね。Python だと到底無理です。ので、えーと、ここをうまくしなきゃいけません。で、ここなんですが、これは A、カウント A, A カウントプラス、B、B カウントプラス1がこの何ですか 要は B カウントと A カウントを足したら、K 以下になる最大の B カウントが欲しいんで、まあ、愚直に考えると、これは、あのー、あれです。二分探索が使えます。というのも B が単調増加ですからね。で、まあ,あ、二分探索でいいと思うんですが、まあ、実は尺取りでもいけます。というのも、A 読む本が増えると B 読める本は減っていくんで、えー、どこまでいけますかという B カウントを最初一番マックスの M に置いておいて、ダメだったら下げると。 いいうふうふにしていけば実は、OK、です、えー、まあどっちにしようかな。尺取りの方が楽か。だから B カウント。最初 M 札全部読むつもりでいます。読むつもりでいるんですけど、はい、もしもで、今 B カウント札読もうと思ってて、A カッ A カウント札足す、読む時間足す B を B カウント札読んだら、まあ K、K 分以上かかっちゃうと。だから B カウント札も B 読めないぜってなって。 えー、B の方を一、えー、つ減らししてあげましょうで、こういうふうにしてあげると、えー、必ず B カウントどこかで止まってくれます少なくとも0の時は、A、えき、ー、は BB カウントは0ですねで、今 AA カウントは K より大きくないことが分かってます大きかったらコンティニューしてますからそでその時は止まってくれますだから B カウントは 0, 0以上のどこかで止まってくれますでそしたらもうあとこれで OK ですねアンサーイコールマックスアンス A カウント B で、なぜこれがうまくいくかっていうと、A は増やしてるからです。A 単調に増やすと B は単調に減るのが、A、筋だからですね。はい。で、これでアンサーを出力すれば OK です。さあ、じゃあやっていきましょう。はい。そしたらヒーローとパイ。2601、こちら。ドン。点3。合ってますね。次、こちら7。合ってますね。 すごく大きい数字があります。オーバーフローに注意してくださいという親切な入出力例ですが、えー、Python ならあんまり気にしなくていいです。さあ、じゃあこれを提出しましょう。これはちゃんと線形時間なので Python で間に合うでしょう。はい。じゃあ次 D 問題です。えー、Sum of divisors。生成数 X に対して X の正の約数の個数を FX とします。で、えー、N が与えられるから、 n 以下のすべての整数 k について、あ正の整数 k について k×fk を求めてくださいという。でですね。なんか随分と数学の問題ですね。まあちょっとこれじゃあパッと見何言ってるかよくわからないんで、えっ、ー、とまあ fk が正の約数の個数で、まあ、k× これだからちょっと様子を見てみましょう。えっ、ー、と、ここら辺でいいかなここら辺使えるかなはい。じゃあ書きますが、えー fk が fk がまあまあ k の約数の個数ね k の約数の個数とで求めたいのはシグマ k イコール1から n の k かける f k だあそうです さあこれはどういうふうな数字になるんでしょうかだからこの k×fk っていうのがどんなものかちょっと適当に観察してみれば何か思いつきそうですね。で、これって k 自身に自分,自分の約数の個数をかけています。はい。ということは、えー、っと、各 k について何回、ま、まあ、k の約数が うん、これね、もう僕の中では図が出来上がってるんですけど、これどうやって絵にしようかな。まあ、あの、各整数、1、2、3、4、5、6、7、8、9、まあ、12ぐらいまで行きたいんだけどな、まあ6、6があるからいいか。こうすると、約数は1と2があって、1と3があって、1と2と4があって、1と5があって、1と2と3があるね。1、七素数。で、1、2、4、8、1、3、9みたいな感じになっていく。 いますでか、どういうふうな計算をするかっていうと、9る3だから、ここ27で、8る4は、4、え、三、ー、3 2で、7二2つだから十4みたいな感じになっていくわけですね。約数の個数だよね。約数の和じゃないよね。うん。約数の個数ですね。ねで、まあ、こういうのを計算していくよっていう問題になるんですが、まあ、こういう図を書いてあげると、えー、どうなるかっていうと、えー、と、 ああ、これどうしたもんかな例えばなんだけど、こう、色を変えまして、まあ、ここに9の約数3、1なんだけど、まあ、実際には9を足す、9を3回足すわけだから、ここ9に変えちゃいましょう。はい。で、ここを8に変えちゃいましょう。で、7はまあ7でいいですで。6、6、6、6と、5、5と、4、4、4って、まあ、こういうの考えて、 行くとで、次横向きに見るわけですね。1ってどういうふうに足されるかというと、1足す2足す3足す4足す5足す六足す点々の n まで行きます。で2は2足す4足す6足す8足す点点の n 未満、n 以下のちょうどいいところですね。で、3も3、6、9点々の n 以下のちょうどいいところまで。っていうふうになるんで、実は、あ、でも一番大きいのは n ですね。n は n で1回足されると終わりになりますから、だから実は1について、一 2、3、4、n の和を計算する、プラス、2、4、6、8、まあ、n 未満のどこか、2分の n、こんぐらいかな、足す、えっ、ー、と、次は3足す、6足す、9足す、の3分の n みたいなのを全部最後までやってあげればいいです。えー、っていうのを、これどこまでいくのかな、で、最後 n 分の n は1回,1回だねっていうなって終わりですね。 で、まあ、こういうふうなのを計算してあげれば OK で、えー、っと、まあ、これは N が10の7乗だから10の7乗回計算すればまあ、おしまいです。で、これ自体は計算簡単ですね。えー、っと、これはガウスがやってくれてるやつです。10歳の時にやったっていう、初項足す真っ向、割るあ、かける項数割る2みたいなやつですね。かける項数割る2。で、これも最後のやつがよくわかんないけど、まあ別にこれ計算したらわかりますよね。 あの3で割って3倍すればいいんです。で、4で割って4倍すればいいから、まあ、これ分かって、初項と真っ向分かるし、個数も分かるから、まあ、簡単に計算できるわけです。で、これを n 回やるだけ。で、n10 の7乗だから、まあ、10の7乗回計算するぐらいは、Python でもできるよね。できてほしいな。まあ、できると思うんで、やってあげましょう。じゃ、d と Py 用意しまして、うん、なんか、等差数列を足す、計算するやつを用意したいですね。だから、答えは簡単で、 えー、アンサーイコールゼロってして、for i in range 1から n だからこうですね。アンスプラスはカリキュレートの、なんでしょうね。えー、で、ここでカリキュレートなんですけど、まず i から始まって、i 飛ばしで、で、最後の数字が n を i で割って i 倍したやつです。だよ、まあこれだけでいいか。これだけでも元の数列よくわかるんで、これを計算してあげて、 えーで和、和だよね。なんか、割った余りとかじゃないから、もうあとはプリントアンサーで OK。で、あとは軽くっていうやつを求めてあげればいい。で、デフ軽く、なんか、最初と最後。だから、ビギンとラストとか、ビギンとエンドにしとくか。で、やると、ビギンから始まって、ビギン、2ビギン、3ビギン、4ビギン、点点点のエンドまでのやつですね。だから、項数を数えましょう。カウントは、えっ、ー、と、 e 割る b ですね。今、あの、e は b の倍数ですから、これで OK です。で、え、さあ、個に、もうこれは初項足す、真っ向かける項数割りいいので、b 足す e, e かけるカウント割る2を返してあげれば OK です。で、ま、あ軽くはおオーダー1ですね。だからオーダーこれ n になって、まあ、オーダー n ぐらいならいいでしょうというのが僕の要素です。さあ、じゃあ解いていきましょう。 これ4はい。何えっ、ー、と、何か言われたんですが、文字が大きくて分かんない。あ、クラックになってると。軽くですね。はい。はい。でも、変えましょう。はい。えっ、ー、と、あ、4、23、あ、いいじゃん、合ってる。100、もうん、100だよ。はい。あ、千ちょっと100、26、879、合ってますね、まあ。全部合ってるでしょう。で、これって、これが10の7乗なんで、これがどれくらいかかるかですね。はい。 1,2,3,4,5。うーん。うーん、ちょっと気になるな。まあ、パイパイならいけるでしょう。というわけで、パイパイ、おまかせ。提出はい、C まで取ってました。じゃあ、D 取ったら嬉しいですね。まあ、D ダメだったら、C ームで書き直します。これぐらいだったら、すぐ書き直せますからね。あーおそ,そう、あ、大丈夫 よし。終わりました。ありがとうございました。というわけで A から D 問題まで AC です。じゃあ、あと E 問題と F 問題お楽しみください。